今日は最強の USB 充電ケーブルを決めます。今日は6種類の USB ケーブルの比較をします。 USB ケーブルは USB A と USB Type-C です。これはダイソーで売っている USB ケーブルです。そしてこちらもダイソーです。リールタイプの USB 充電ケーブルです。こちらはドンキホーテで買った USB 充電ケーブルです。こちらはアンカーの USB 充電ケーブル。こちらはランパウの USB 充電ケーブルです。そして最後がアマゾンベーシックの USB 充電ケーブルです。 USB 充電ケーブルの優劣を決めるときに何を基準にして決めるかが一番重要です。人によってはデータの転送速度だったり耐久性が重要だったりします。今回は定量的な評価が可能な USB ケーブルの抵抗値を基準にして決めます。充電ケーブルの中身を分解するとこのようになっています。合計で5本の線がありますが、充電するときに使うのはこちらの2本の線です。こちらの2本の線を通してバッテリーを充電します。これは充電器とケーブルを使ってスマートフォンのバッテリーを充電している図です。当然ですがケーブルには抵抗値があります。こちらのケーブルですが中には導線が使われています。そちらの導線なんですけども非常に低い値ですが抵抗を持っています。抵抗を持ったケーブルで充電するとこちらのケーブル自体で電力損失が発生します。こちらの電力損失は I/R で表されます。こちらの R はケーブルの抵抗値です。そしてこちらの I は充電時の電流です。電力損失を減らすには電流値を減らすか抵抗値を減らすかのどちらかになります。電流値を減らすとバッテリーの充電に時間がかかるようになってしまいます。なので抵抗値を減らす方法が一般的です。つまり何が言いたいかというと抵抗値の低い充電ケーブルほど良い充電ケーブルということになります。ここで一つ補足があります。本来だったらバッテリーを充電するための電力がケーブルで消費されていることになります。つまりバッテリーの充電時間は長くなります。しょぼい充電ケーブルを使うと充電時間が長くなるのはこれが原因です。よく抵抗値を測定するのにはこういった簡易的なマルチメーターを使う方法があります。しかし今回はこちらの方法を使うことはできません。なぜかというと測定対象の抵抗値が非常に小さいからです。こちらのマルチメーターはこのケーブルを通して抵抗値を測定します。測定対象の抵抗値が非常に小さい場合こちらのケーブル自体の抵抗値も含んでしまうため何を測っているのかわからなくなってしまいます。こちらのリード線の抵抗値を測っているのかそれとも測定対象の抵抗値を測っているのかわからないんですね、こちらの場合だと。なので低い抵抗値を測定する場合にはこちらの4つの線を使った測定方法が一般的です。原理は非常に簡単です。2線式と4線式ありますが基本的にはどちらも抵抗に電流を流すことによって抵抗を測定します。そして抵抗の両端の電圧を測定します。2線式の場合こちらのリードを通して抵抗値を測定するわけですがこちらのリードにも抵抗値があります。こちらのリードの抵抗値も同時に測定してしまうことになりますので、なので測定したい抵抗値が低い場合こちらの方式は役に立ちません。4線式の場合はどうかというとこちらも抵抗に電流を流します。しかし電圧を測定する箇所が違います。測定対象のすぐ近くの電圧を測定しています。なので電流を流している線の抵抗値は測定には影響しません。実際にこちらの測定器を使って測定します。こんな感じで測定をします。これがメーターですね、この機械です。でそしてこちらが USB のケーブルですね。今回は充電の電流が流れる2本の線を選びます。こちらの USB A 側で測定をします。 USB Type-C 側は短絡します。短絡にはこちらのジグを使いました。ダイソーの充電ケーブルです。抵抗値は 0.159 オームです。ダイソーのリール式充電ケーブルです。抵抗値は 0.277 オームです。ドンキホーテの充電ケーブルの抵抗値は 0.231 オームです。ランパウの充電ケーブルの抵抗値は 0.147 オームです。アンカーの充電ケーブルの抵抗値は 0.161 オームです。アマゾンベーシックの充電ケーブルの抵抗値は 0.144 オームです。こちらが抵抗値の測定結果です。左から低い順に並べています。ランパウの充電ケーブルの抵抗値が一番低くて 0.144 オームでした。続いてアマゾン、ダイソー、アンカー、ドンキホーテ、そして最後にダイソーのリール式の充電ケーブルです。
充電ケーブルによっては長さが 0.9 メートルしかなかったりしたので1メートルあたりの抵抗値に直しました。2メートルや3メートルまたはそれ以上の充電ケーブルを買う際にはぜひ参考にしてみるといいと思います。順位についてですけど、ダイソーとアマゾンが入れ替わりました。ダイソーについては意外といい線を使っているのかもしれません。抵抗値だけを見さらえてもつまらないと思うので、ここから先は簡単なレビューをしたいと思います。まずダイソーの充電ケーブルです。3アンペアでメッシュケーブル、 USB は 2.0 です。長さは1メートルです。製品名は充電ケーブルナンバー2です。ケーブル太さは 3.3 ミリです。ケーブルの硬さはこんな感じです。ケーブルの付け根部分に補強があります。クイックチャージにも対応しています。ダイソーの充電ケーブルはメッシュケーブルなので見た感じ丈夫そうです。ただケーブルの付け根部分の補強が少ししょぼいのでそこだけが気になります。ただ100円という値段を考えればかなりコスパは高いです。次はダイソーのリール式充電ケーブルです。ケーブル長さは 70cm です。価格は200円です。製品名は200円携帯電話ナンバー14です。USB の規格については書いてありませんでしたが、 USB 2.0 です。充電電流は 2.1 アンペアまで対応しています。ケーブルの厚みは 1.5 ミリです。ケーブルの硬さはこんな感じです。ケーブルの付け根部分には保護がありますが結構小さめです。こんな感じでクイックチャージにも対応しています。ダイソーのリール式充電ケーブルですが、リールを使ってまとめられるのが便利です。カバンに入れておいてケーブルが絡まるみたいなこともないです。充電電流は 2.1 アンペアまでしか対応していませんが、私が持っている電子機器は 2.1 アンペア以上必要とする電子機器はありません。なのでこれで十分です。ドンキホーテの充電ケーブルです。3年間の断線保証があります。充電電流は3アンペアまで対応しています。USB の規格は 2.0 です。ケーブルの長さは 1m です。価格は1398円でした。他の USB ケーブルに比べると少し高めです。ケーブル太さは 4mm です。ケーブルはこんな感じで曲がります。ケーブルの付け根の部分の保護は長めになっています。クイックチャージに対応しています。ドンキホーテのケーブルですが一番頑丈にできています。そして一番切れにくいと思います。ただし値段が高いです。ここまでの値段するならせめて USB 3.0 に対応してほしいです。3年間の断線保証とケーブルの丈夫さに1400円払っている感じでしょうか。ただそれなら3ヶ月前にダイソーのケーブルを買い替える選択肢もありです。次はランパーの USB ケーブルです。USB の規格については USB 3.1 の Gen 1 です。クイックチャージ 3.0 に対応しています。で、この USB ケーブルだけ無条件の永久保証があるみたいです。つまりランパウ社が存在する限りこのケーブルについては永久保証が効きます。ケーブルの長さは1メートルです。価格は899円です。USB 3.1 に対応しているので転送速度は早めです。ケーブルの太さは 4.4 ミリです。曲げた感じはこんな感じです。クイックチャージにも対応しています。ランパ用の充電ケーブルですがメッシュケーブルでできています。なので結構丈夫にできています。価格も899円で、でしかも無条件の永久保証もついています。抵抗値も測定した6種類のケーブルの中では一番低かったです。なので結構コスパ高めのケーブルじゃないでしょうか。次はアンカーの充電ケーブルです。 USB は A の 3.0 です。一応18ヶ月保証があります。長さは 0.9 メートルで価格は699円でした。ケーブル太さは 4.3 ミリです。ケーブルの曲げはこんな感じです。こちらの保護の部分も一緒に曲がってくれるので耐久性は高そうです。クイックチャージにも対応しています。アンカーの充電ケーブル699円ですが、今回選んだ有名ブランドの中では一番安いです。
18ヶ月保証もあります。 USB の転送速度も USB-A3.0 なので速いです。アンカーという有名ブランドで、でしかもそこそこの安さだと、まあいいんじゃないでしょうかね。最後は Amazon Basic の充電ケーブルです。スペックをよく確認しないで買ったんですが、 USB3.1 の Gen 2に対応しています。なので転送速度は 10Gbps が最大です。この中では一番速いです。長さは 0.9 メートルで価格は1008円でした。電流は3アンペアまで対応しています。ケーブル太さは 4.6 ミリです。今回測定した中では一番太いです。ケーブルの曲げはこんな感じです。ケーブル付け根の部分には少し長めの保護がついています。一応確認ですが、クイックチャージにも対応していました。Amazon Basic の USB ケーブルですが、転送速度がこの中では一番速いです。なので、パソコンとスマートフォンの間でデータの転送を頻繁にするような人にはおすすめだと思います。あと、ケーブル自体が結構硬いので、取り回しは少し苦労しそうな感じです。今日は6種類の USB ケーブルを見てきたわけですけども、個人的にどれを使うかって言われたら、そうですね、まあ、この3つを使う感じですかね。ダイソーかランパウかアンカーかのどれかです。スマートフォンとパソコンの間でデータの転送をすることはほとんどないので、そこは重要な点ではありません。なので USB2.0 でも、まあ、3.0 でもどっちでも OK です。で、価格的に安いのがこの3つなんですね。ダイソーのケーブルが100円 でランパウが800円で、アンカーが700円。この3つのケーブルの中でランパウが一番抵抗値が低くて、で次に、まあ、ダイソーかアンカーかっていうところなんですけども、抵抗値については3つの充電ケーブルどれでも問題ないです。であとは価格ですね。でダイソーが安くて、で入手性もまあそこそこいいということで、まあ、個人的な1位はダイソーです。で次にアンカーか、まあ、ランパウのどちらかですね。ということで本日の動画はおしまいです。もしこの動画が役に立ちましたら、コメントとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。